分とまさくんの25時どうせーやややーだる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 バーンドンうれということで始まりました。ジローのクエストマンでこんなに一緒に上手だジローちょっと待った待った待った超待った超待った超待ったちょジロー君とマセ君の日ごとどうするだろうこれ。おい本当にスタッフもびっくりしてるね。いねえもんねジロー君ね。いやわははちゃうねん。おらんねんジロー。どうしたジロー。お前これジロー君とマセ君の日ごとどうするじゃなくてマセ君のこの番組どうするだよこれ。あかんねんドドンちゃうねんこれ。あかんよこんな。何やってんねんお前アホかお前。なんかジロー君何今回なんかまあ確かに僕もね過去に2回ぐらい番組をサボったことありますから。サボったっちゅうか別に飛行機の上にいたのと撮影でですけどもね。いや今回だからジロー君もなんか今仕事をやってるらしくて来れてないんですよ。で後々来んのかな来ないのかなわかんないけど今回はちょっと僕なりに僕結構もともとこういう番組とか一人で回したりしたことあったんで遊ぼうかなと思って。そうジロー君の時ってどうしようって言って帰っていいですかみたいなこと言ってたんですけどもう僕は逆に帰っていいですかじゃなくてここ1時間番組ですけど2時間言おうと思ってますからやろうと思ってますからダダンと2時間やってきます。よしよしということで帰っていいですかいや嘘なんですけどということで今日皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。さあということでですね今日はですねいろいろあるんですけどもまず一番最初にですねこれは言わなきゃいけないんでちょっと言おうと思ってたんですけどうちの番組もまずこのあずりさんですねコロナ対策しっかりやっておりますのでまあ演者スタッフの検温も行っております。換気50分に1回行っています。これしっかりやってるんでよろしくお願いしますね。はいということで入り口にもねあるんですよちゃんとプシュプシュっていうのあったりとか検温もちゃんとあるんでで番組入ったらちゃんと出演者の名前と何度とかにも書いてあるんでそこはバッチリバッチリでございます。ピンポン何回やんねんで違うスタッフに絡まないと絡む人いないじゃんねちょっとね僕ねスタッフのことも今日ちょっといじりたかったのよ。もう美男美女なんよねえ二人とも若いでしょ多分一人はね若いって言ってたね二十歳とかそこら辺だったねちょっと、ね、言っていいのか分かんないからねで言っていいの19だったね若かったよねびっくりしたねピンポンやねで男性さんおいくつぐらいなのあそうなのあ僕とちょっと近かったけどもっとだいぶ十何個したかなって思っててそうなのねそういや30歳って言ってたけどもう全然もうちょっと下に見えるけどそう年齢の話なんですよ腹立ってる話ね昨日ね映画の撮影をしててまあ僕もメイン出てたんですけどもね女の子たちがいて女の子まあ小さい子役の女の子とあとまあメインで僕の彼女役かなで出てた女の子3人で休憩中話し合ってた時にですねお若いですよねって言われていや僕別にその若くないですよって言ってえ何年ですかって言ってトロ年ですよって言ったらえ同じだって言われてえあそうなんだと思ってえ同いですかって絶対同い年じゃないのよで年齢聞いてたら自分が36今年6の年ででそしたらその子が24の年ででそしたらその子役が12歳で私もトロ年ですってなって3人ともトロ年で地獄のような時間でめちゃめちゃ親父じゃんって思って超辛くてあそっか僕そんな年になっちゃったんだなと思ってちょっとねコメント欄もびっくりしてるかもしれないけど今日はですねちょっとまあそういう話をガンガン撮影だと裏話俳優って結構意外とみんなが思ってるほどキラキラしてる世界じゃなくて結構撮影とかもみんなずっとやりっぱかなと思ってるかもしれないけど撮影って8時間ぐらいやってると8時間のうちひどい日だと6時間ぐらい待ちなんですよ。主演でも待ちな日って結構あっていい日はめっちゃ忙しいんですけど待ちな日はマジで待ちなんでっていうのとかガンガンちょっと一般の方に教えてあげられたらなと思います。なんで質問も受け付けてるんであコメントありがとうございます。コメントいただきました。早いなコメントありがとうございます。さあさあめちゃめちゃ来た。さあ行きましょう。コメント読ませていただきます。幸せのマキちゃんありがとう。マキちゃんありがとう。
さあ何が幸せなのかな、マキちゃん、いつも楽しませてくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。普段俳優の姿が大好きですが、役作りで努力していること、大事なことを教えてください。これからも応援しています。はいはい、役作りで努力していることか、なんだろうね。あのね、でも僕の場合ってちょっとこれ俳優さんそれぞれ違うんですけど、僕の場合はね、そもそもプライベート、その役作り、よしセリフ覚えたぞ、セリフ覚えたぞ、よしその日だけ頑張るぞじゃなくて、1ヶ月ぐらいその役でいるようにしてるんですよね。そうそう、とか1週間とか、その役の生活をしてみるとか、その役だとなんか納豆が好きそうだなと納豆食べてみたりとか、パイナップル好きそうだなとパイナップル食べてみたりとか、タバコ好きそうだなと思ったら吸えないけど吸ってみたりとか、そういうのやって生きてみますね。そうすると勝手になんか、おいブスとか僕普段言わない言葉なんですけど、そういうのを自然と言えるようになってきたりするんで、生活ごと変えますね。はい、ありがとうございます。これからも応援してます。ありがとうやん、優しさ、イエーイ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 。そして、パンプキンちゃん、ありがとうございます。マスさん一人で今日もみんなで楽しくいきましょう。いや、パンプキンちゃん一つ言わせてくださいよ。逆にね、今日は一人なんですかって言うけど、二人より一人の方が意外と安定してますよ。嘘だよ。そんなこと言ったらジローちゃんにぶっ飛ばされるから。いや、やっぱりね、ジローちゃんがいないと基本的に僕一人で言ったらめちゃめちゃうるさい回なんで、基本的にはジローちゃんとね、二人でいた方がオンがあってオフがあるからちょうどいいんですよ。上り下りがあるから、僕一人でいたらただのうるせえ番組ですか。アズーリうるせえやつばっか出てんなってなっちゃうから。そうだから、アズーリって多分ちゃんと2人とか3人でやっぱ出てる番組が多いでしょ、多分。そんなことないかな、多いよね。1人でやってる人もいる、あ、いるんだ。そういう人ってテンションどうなの。今スタッフと、あ、ウェイなんだ、やっべえやつ多いな、じゃあ。そうなんだ。そうなんだ。あ、そこそこ、まあ、でも元気じゃないと回んないのかね。そうだよね。あ、そうかそうか、じゃあ皆さんも今日よろしくお願いします。そしてユミコちゃん、ユミコちゃんありがとうございます。沖縄の子、翔ちゃんの変顔かわいい。あ、なんかね、そう、スタッフさんがね、さっきね、さっきちょっと仲良くなったスタッフちゃんがいるんだけど、番組前にね、そう、可愛い女の子で、あの子がね、写真撮りますって言って、番組始まる前にアズリって写真を撮るんですけど、僕の写真を撮ってくれて、1枚は普通に撮ったんですけど、もう1枚は変顔を撮って、どっちが上がるかうちらもギリまで分かんないんですけど、変顔上げていいんですかって聞かれたんですけど、本当にそっちが上がったんですね。いいな、あの子好きだな、面白いな。変顔かわいい、翔ちゃん一人のラジオ楽しみながら見てます、ありがとう。撮影のお話聞けたら嬉しいです。撮影のお話か、あ、ありますあります。撮影まさに昨日の話ですけど、あ、じゃあその前にじゃあちょっと皆さんと乾杯しようかな。今日はじゃあどっちにしようかな。このスタジオの近くにセブンイレブンがあるんですけど、セブンイレブンで僕ちょっといつもプライベート撮影終わった後とか、帰る時とか飲んでるんですけど、このサンダラっていう、これわかるかな、これちょっと皆さんもしよかったら飲んでほしいんですけど、僕おすすめなんですよ、このスパークリングワイン。結構ね、撮影終わった時とかバラエティの時とか、もうお疲れ様って時しかスパークリングワインって飲まないんですけど、これもしよかったら皆さん飲んでみてください、美味しいですよ。そうそうそう、基本的にセブンイレブンのお酒で結構好きなんですよね。そう、金のね、うわ、なんだっけな、金の、なんだったかな、金のレモンチューハイだったかな、あれもおすすめなんですけど、ちょっと今日はなかったんで、こっち僕持ってきました。乾杯。うん、美味しい。じゃあこのまま乾杯しながら皆さん一緒に飲みましょう。そして撮影のお話、撮影のお話ね、いろいろあるんだけどね、さっきも言ったんですけど、俳優ってずっと演技してるわけじゃなくて、自分の撮影が終わったら、例えばお昼の撮影したら夜のシーンまで結構待ち時間とかもあるんですよ。例えば、なんだろうな、朝のシーンでカップル、例えばマセなんですけど、僕マセ翔太じゃないですか。でマセくんって例えば同級生に誘われて、その後なんだろう、家で2人で飲んでるシーンとかあった時に、それが夜のシーンだった場合って、映像としては一瞬なんですけど、なんだろう、それが別日の撮影だったり、同じ日だったらそれってもう夜のシーンだったりするから、それまで1日待ちなんですよ。だから結構ね、やることがないんですよ。その間じゃあマセくん8時間待ちでみたいな、って一回家帰ってスイッチとかやらせてよっていうぐらいマジで暇なんですよ。これ多分ね、でももうね、僕も19年ですからもう慣れちゃったっすけど、
最初俳優やった時はね、めちゃめちゃ辛かったですよ。これ今だから言えるけど、監督の名前言ったらもう喧嘩になっちゃうから今ですけど、僕マジで一番ひどい時20時間待たされましたからね。マジでマジで、あれはもうこれ犯罪だから言えないですけど、これやばいよね。20時間まあまあまあ、これ事故もあるんですけど、そうそうそう、だから泊まり込みなんですけど、いろいろ事故でもスタッフさんたちもひどい、まあ、20時間まあ言い過ぎですけど、まあ途中撮影もあったから、ただやりますって言ってちょっと一瞬だけ出て戻らされて、だから実際20時間じゃないんですけど、まあ10時間待ちぐらいがあって、一瞬だけ出てまた10時間待ちだったみたいなイメージですね。だから約20時間みたいな、あれひどかったね。うん、全然監督の名前言いますけど僕は。ただそれをやるとアズーリとかに迷惑かかるから言わないだけで、僕は怒ってますよ非常に。はい、ということでユミコちゃんありがとう。今日もショウちゃんかっこいい。ユミコちゃん今日もかわいい、ありがとう。しゃっさすが、ありがとう。いや僕ね、基本的に放送事故とかなんですよ。そう、基本的にあのジローちゃんみたいにまとめてくる人じゃないと、僕基本的に放送事故でもうめっちゃガンガン言っちゃう人なんで、そう嘘つかない人なんですよ。そう、全然切られて OK なタイプなんでうちのファンもみんな知ってるんですけど、基本的にあんまし怖いもんないんですよね、ガンガン言っちゃうんですよ。さあ行ってみましょう。レイコちゃんお疲れ様です。いつも綺麗だけど秘訣は何ですか。大大大大大好きです。レイコちゃん僕も大大大大大好きだよ。よっしゃー、ということでいつも綺麗だけど秘訣は何ですか。んーとね、やっぱり僕の場合ってそれこそ本当にファンの子たちが送ってくれた美容グッズ、それこそレイコちゃんとかもくれたりするんだけど、それを基本的にバランスよく使うは嘘で、その日に合わせて使うようにしてて、今日はレイコちゃんの使おうとか、今日はユミコちゃんの使おうとか、自分の体調に合わせて使うようにしてるんですよ。これ重要ね。ありがとう、いいね、ちゃんと分かってるね。いいねいいね、あすごい、さらにコメント届く。いいね、今日元気だね。ファンの子たち愛してる。いいね、ありがとうね。すごいすごいすごい。そしてそして、いやレイコちゃんありがとうね、嬉しい。秘訣はね、ほんとレイコちゃん、レイコちゃんは恋するとさ可愛くいられるでしょ。恋すると女の子って美人じゃん。そうじゃない実際ね。そうでもないのいや恋すると女の子って美人じゃない。そうでもない、なんか男の子もそうなんだけど、基本的にやっぱ嬉しいことがあったり幸せなことがあると、男も女のもやっぱ美人でいられると思うんだよね。だからレイコちゃんも常にあそうなんだ。いや今ちょっとめちゃめちゃ可愛いって言ったんだけど、彼氏がいたことがない。ほんとかい。でも19だ、そんなもんなのかな。そんなもんか、そんなもんなの。めっちゃ美人なのみんなブブを押してから照れろよ。何照れるのに必死でブブ押し忘れてんだよ。ちゃんと押せよいやナイスナイスナイス。はいはいはい。そしてあやちゃん、あやちゃんレイコちゃんありがとう。そしてあやちゃん、いつも楽しませてもらってます。ありがとうあやちゃん。今日は翔太くん一人なんですね。そう今日はね一人でやらせてもらってます。どうなるのかすごく楽しみです。お誕生日がもう少しですが、あそう4月の27、シニーナの誕生日、生まれたばっかの日にシニーナ。バカ野郎。自分への誕生日プレゼントとかって毎年買ったりするんですか。買ったりしないですね。ほらさ、今ねスタッフの子は今ねもうすぐ20歳でしょ。今年20歳だったら嬉しいけどさ、僕ぐらいも今年36になるとそんなに嬉しくないから。なんですけど今年はですね、自分のためにちょっと指輪を買ったんですよ。そうそうそう、こよーちゃちゃん。ということでね、自分のために指輪を買ったんですけど、これ見えるかな、こうこれ指輪を買ったんですけど、これはね中古車ぐらいしましたよ高かった、中古車ぐらいしたよ。バイクで行ったら安い原付みたいにしてちょっと高かったなと思ったんですけど、ただ自分がそのなんだろう、その今は障害者になっちゃって、なんだろう、病気、その10万人の病気になっちゃったりとか、ネガティブなことばっかで3年間生きてきたから、だからその中で1回ぐらい自分になんかご褒美とか買ってあげてもいいんじゃないかなって思ってて、ちょっとポジティブに1回ぐらい、ここまで頑張ったなら1回ぐらい自分にポジティブなプレゼント与えてもいいんじゃないかなと思って、今回頑張った買い物をしてみましたね。うん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 、ありがとうございます。でもこれってね、自分で買ったっていうか、やっぱりファンの子たちが助けてくれてだと、これマジで思ってますよ。うん、自分一人じゃそんなもん一生買えないから、やっぱりファンの子たちに助けてもらっての今だと僕は思ってます。これからもよろしくお願いします。そう、みんなでのもの。
ということで次の質問いきましょう。ショートの MC 大好き、暗い気持ちでいたけど元気いっぱいになりました、いつもありがとう。こっちこそありがとうだよ。優しいな、どんどん来るね、嬉しいね。どんな翔太も大好きですが、翔太がここぞと思う自分のセールスポイント、これねちょっとねみんなも思うんだけど、あのね僕ね実はですね、あの男の子も女の子も意外と自分のネガティブなポイントってさ結構仲ない、例えば僕っていうと天然パーマなんですよ、僕生まれつき。これで一回ちょっとみんな笑っちゃうかもしれないけど、ちょっとネガティブなワードになっちゃうんだけど、実はこれで好きな女の子に中学2年生の子に振られたことがあって、たかだか天然パーマってだけでマジで本当にちょっと自殺ミスをしたことがあるんですよ。いや今だから笑っちゃうけど当時マジね落ち込んでて、そう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 、いやでもね好きな女の子にも嫌われるって本当にちょっとショックで、そうそうぐらい落ち込んでましたね僕は。だからでもその女の子が僕を嫌ってた理由って別に天然パーマだからじゃなくて、ただ単にうるさいからとか、ちょっとネガティブだからとか、そうなんかやっぱそういうところで、結局の話意外とみんなって自分の私のなんかこういう心がブサイクだから、目がどうたらだからとか、例えば毛が濃いからとか、そういうこと気にしてくる、多分そこじゃないんですよ、そういうところを気にしてる自分のそういうマイナスなところだと思いますよ多分。お金がないから貧乏だからとか、多分相手ってそんな貧乏とか多分女性男性そんな気にしないんですよ、じゃなくて貧乏だから私はなんとかとか、そうなんつうの、それを理由に何かおっしゃってるところを嫌ってるんじゃないかな相手はって僕は結構思うんですよね。うん、そうそうそう、意外と人生ポジティブに生きてたらどうにでもなるぜってそう、もうね本当にね、なんか自分もね難病とか障害者になってからね意外とね何も気にしなくなっちゃったね。そうそう、なんか急に落ちるとこまで自分がずっと、そうそう、なんか手術を一回もしないで生きてたいって思ったり、なんかうん、障害者の人を助けたいと思ってたけど自分が障害者になると思ってなくて、そうやって生きてたらなんかね逆になんかどんな風でも生きられるんだな人はって思ったら、全然全然めっちゃ元気だ。なんだよ、れいこちゃんお酒好きなんですね、何が一番好きですか。大好きです。どういうこと、一人で会話終わってないこれ。お酒好きなんですね、何が一番好きですか。大好きです。どういうことなの、日本語がどういうことなの、それどういうの、習字は書いたことありますか、書けますか、書きますみたいな、何を、独り言じゃねえかそれ、独り言じゃねえかよ、もう一回送ってこいちゃんとツイッターにコメント届きました、すげえな今日、すげえなマジで、ありがとうございます、すげえなマジで今日、すげえなちょっと今の面白かったな、今のレイコちゃんいいな、面白かったな、いいねいいね、面白いね。いつも綺麗なマスさんよ、美容のために気をつけてることは何ですか。ですね、まあいっぱいあるけど食事じゃないですか、食事、なんか夜10時とか、夜10時じゃないな、僕基本的に夜7時から8時までにご飯を終わらせようとか、うん、結構そこら辺意識しますね。あとはなんだろう、食べ物とかの、基本的に何食べてもいいんですけど、カロリーとかだけは絶対毎食見るようにしてますね。そうそうそう、これ結構重要で、ってやるとおのずと勝手にちょっと痩せたりだとか、ちょっとダイエット気にしたりとかありますよ。ただ単にほっといたって僕薬飲まな、毎日飲まなきゃいけないからね、ただでさえ勝手に太ってくんで、そう食べ物だけはね気をつけたりしますね。ということでパンちゃんありがとうございます。そしてそしてみなっちゃん、みなっちゃん、いつも楽しい時間ありがとうございます、こちらこそありがとう。これだけは譲れないというものはございますか。これだけは譲れない、これだけは譲れないか、結構あるけど最後は笑いに変えるっていうことかな。向かってすること僕もあるんですよ。例えばなんだろう、まあ いっぱいなんかムカつくなって思ってもイラッとしたりとかなんかあるんですよ、なんか人間だから生きててとか、失敗したな、悔しいな、悲しいな、辛いなってことがあっても最後は基本的に笑いに変えるっていうのが僕の生き方で、どんな失敗しちゃったマジ泣きそうって思っても一回泣いちゃっても最後はなんかそんな泣かないで泣かないで、あごめんなんか、いや普通にごめん 目にゴミ入ってただけだけどとか、なんか嘘わざとついたりとか、なんかそういう風に変えたりとかして、なんか違う、おい泣いてたんちゃうんかいとか相手に突っ込ませる余裕、時間を与えたりとか、基本的に誰かと飲んでる時とか誰かと話してる時に相手に突っ込ませてあげる時間を与えたりとか、何かしら
自分で全部終わらせるんじゃなくて相手に話させてあげる時間を与えたりとか、なんか楽しく最後は笑いで終わらせるっていう時間を作るように僕はしてますね。そうそう、自分だけで楽しいじゃなくて、みなちゃんと話してるときはみなちゃんが楽しめるような時間してます。そして最近爆笑したことは、最近爆笑したこと、あ、ありますよ、ありますよ。これ今ね、番組始まる前にスタッフさんが来てくれて、多分僕がラジオ入る前にこの多分食べ物とかを持ってきたから、多分普通に僕が食べると思っちゃったんだと思うんですよ。心配してくれたんだと思うんですよ。だからちゃんと紹介をしてください。ちゃんと紹介を、自分がちゃんとこのここのお店のやつ紹介、番組っていろいろあるから、例えば番組で普通にやっちゃうと、なんていうの、宣伝というか、ちょっとまああるんですよ、大人の事情が。で、ただもう19年目やぞ僕。若手か僕。ちょっとそれが最近一番爆笑したことかなっていう。めちゃめちゃ、まあ、嬉しかったですよ。若く見てもらえたのかなっていう嬉しさはちょっとありましたけども。まあ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 、でもこういう番組やってるとね、でもそういう話って重要ですからね。いやでもそれは嬉しかったですね。若手っぽく見えたっていうのはまたね、嬉しいことですから。ありがとう、応援してます。みなちゃんありがとう、みなちゃんありがとう。でもね、アズーリってこれね、ここねすごく優しいんですよ。スタッフさんがね、一人一人本当に、ね、優しくね、声かけてくれるの。これいいよ、アズーリの楽しいところね、こうやって本当に一人一人がね、毎回話しかけてくれるの。これだけはね、僕の大好きなところ。そしてダンプちゃん、ダンプちゃん、トイプードル世界チャンピオンのマセショータさんに勤めます。あ、ありがとうございます。トイプードル、去年かな、今年はまだなってない。なってなことねえよ、なったことねえや。なんだよトイプードル世界チャンピオン、天然パーマだけだろ。なんだよトイプードル世界チャンピオン、なったことねえよそんなお前や。それなんだダンプって名前。、ね、びっくりしたわ。はいはいはい、トリミングのこだわりなどありますか。だからトリミング、別にヘアカット行ってるよ普通に、髪の毛切ってるよちゃんと。大丈夫、美容院ね、美容院ってことね、美容院、トリミングじゃなくて美容院ね。美容院のこだわりありますよ、ありますよ。やりたいヘアカラーなど、おすすめなど教えてください。はいはいはい、まあまあまあ、ヘアカラーはですね、まあその映画、次の映画が結構主役級にいいもので、この間ロードショーで結構メインの役だったんで、舞台挨拶もね結構マックス出れて、だから次回はちょっと思いきしぶっ飛んでまた銀髪やろうかなと思って。うん、ちょっと最近黒でね、銀髪好き、絶対嘘でしょ。好き？本当？あ、嬉しい。よっしゃ。じゃあちょっと頑張ろうかな。ちょっと黒髪で最近ね、落ち着いてたからね。ちょっと銀髪行こうかなと思います。あ、嬉しい。ちょっとね。うちのスタッフ、あって。ちょっと可愛いんですよ。いい子なんですよ。ちょっと。頑張ろうかな、じゃあちょっと。さあさあさあ、そして旅行好きのマセさん。今年のゴールデンウィークの予定とかありますか？あ、さすがだね。分かってるね。分かってるね。ですね。実は、関西地方とかに行けたらいいかなと思ってるんですけど、時間がまああればかな、時間があればかな。僕旅行大好きで、プライベートで本当に休みがある時って、まあ、本当にでも最近ちょっと休みがなくて、新曲もそうだし、今年中にね、本実証伝、その難病の話とか、転換とか記憶障害とか、その脳動静脈系っていう病気、医療に関する本を全国で出すんですよ。でその本の話がめちゃめちゃちょっと忙しくてね、なんでちょっとね、1月からね5月ぐらいまでノンストップで頑張ってきたんですけど、ただその5月からまた新しい映画が始まるということで、ちょっとね旅行行けんのかなと思ってるんですけど、行けたら行きたいかなと思っちゃいます。行けたらいいんだけどな、どうなんだろう、ちょっと難しいですけどね。でも行けるんだったら僕が行きたい場所って言ったら、基本的に一番好きな熱海、熱海が好きなんですよ僕。でどこが、熱海のどこが好きなのっていうと、熱海城っていう場所と初島、これ初島知ってる人少ないんだろうけども、初島っていう場所があって、熱海から船でね、どれぐらいだろう、熱海港に着いて、そこから船で20分ぐらいかなで行くんだけど、そこからですね、まあ島自体がそんな大きくないんで、でそこに行って、そこからまあやることそんな中でね、まあ、釣りやる人もいるし、あとまあ僕の場合は大体ご飯食べて、そこの島で取れたものとかご飯食べて、で
サルトビだったかな、サルトビっていうあの施設でなんか上に登ってなんか命綱つけてなんかこう登ったり、地上何メートルの10メートルぐらいの場所かな、10メートルぐらいの場所で物に登ったりとかガーって滑ったりとかめちゃめちゃ面白いんですよ。ただ同級生とかと行くと途中でもう体力が持たないってやめちゃうんですよ。そう考えるとね、老けてきたなうちらもっていうね、はい、俳優陣はね体力あるんだけどね、一般の同級生と行くとねみんなね体力がないんですよ悲しいから。そう、これは結構ありますね。そう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 。そしてですね、皆さんにちょっとね、さっきから僕紹介したかったものも一つあるんで、ちょっとここでお時間よろしいでしょうか。これね、これちょっとね、みんなアイスなイメージがあるんだろうけどね、これが僕ちょっと何気に好きで、ちょっとアップいけるかな。ありがとう。これ知ってるかな、ガツンとみかんって知ってるかな。これもねセブンイレブンとかで買うんだけどね、これあ優しいな、ありがとう、ピンとやってくれたのね。これガツンとみかんのグミなんだけど、アイスだったらとくんと溶けちゃうからね、ガツンとみかんグミって言うんですけども、これあもう食べた子もいるのかな。これそう、僕ガツンとみかんのアイスは好きなんですけどグミは食べたことなくて、でちょっとこれは実は僕アズーリで初めて食べるんですよ。せっかくだからアズーリで食べたくて、そうちょっと持ってきちゃったっていうね。いやこれ僕ちょっと実はちょっと別にどうでもいい話かもしれないですけど、僕実はドラマや映画の撮影行くと必ずリュックの中にグミが入ってるんですよで子役人とか女優さんとか俳優さんにグミをあげるっていうのがあるんですけど、お腹減らないから、じゃあちょっといただきます。どうなんだろう、普通かな何だろう、別に美味しいですけど、アイスの方が美味しいのかな、アイスの方が美味しいかもしれないですね。うん、あのね、あそういうことか、あ分かった分かった分かった、そういうことか。あんとね、多分普通っていうか全く別に特にアイスとか味変わんないのは溶けないからいいのかもね、そういう意味か。あーそっかそっかそっか、アイスの冷たくないバージョンっすね。僕からすると普通にアイスの味と何が違うんだろうと思ったけど、そっかそっかそっか、多分溶けないからいいのかな、そっかそっか、多分ガツンとみかん買っちゃったら溶けちゃうけど、あ一個一個大きさ違う、あツイッターにコメント来てる、嬉しいな、これ待って大きさ違う、すげえありがとうございます。これ大きさ違うじゃん、大きさ違えじゃん、あこれ幸せだわ、すごい、なんで今の誰だよ、誰言ったの、僕すげえ、あこれ大きさ違うんだ、あいいねガツンとみかんやってくれるね、大きさ違う、大きさ違うわかるかなこれこれ違う大きさ、わかんないよね、えこれ幸せだわ、わかんないよね絶対、これ幸せだわん36歳何で楽しんでんだ本当にいやすげえ楽しかったんだもん、楽しいんだもん、いやだって普段2人でやってたらこんなグミ紹介とかないからね、僕は1人でやってるから。だって普段さ俳優なんてさこんなさ、いや普段ライブ配信で、自分がやってるライブ配信ではこういう配信だけど、アズーリさんっていうちゃんとしたラジオ局でこんな僕はさお酒飲んでさグミ食べてさやれることなんか一緒ないよ。だからたまにはこういうね公共の場でこういうなんかのんびりしたことを僕はやりたいんですよ。そうなんか僕は基本的にマジでのんびりなんで、さあさあさあ行きましょう。トールトールくんありがとうございます。トールくん男の子からは初だね、いつも応援してます、ありがとう、優しいねトールくん。いつも憧れる翔太お兄ちゃんに聞きたいことがあります、ありがとう。なになになに、若い頃はロン毛でしたがアイドル時代だね、僕がデビューした当初アイドル17歳の頃はそうだねロン毛でした。どんな髪型にしたいですか、今だ今。実はねトールくんね、僕ね本当に俳優じゃなくていいんだったら本当にトールくんも多分この写真通りだけど、僕もねロン毛に戻りたいんですよ実は。本当に芸能人辞めてでいいんだったら
ロン毛に戻りたいっていうのはあるな。あのアイドル時代に別にロン毛にしてたのは事務所から言われてたわけじゃなくて、そうそう、もう19年前、18年前、その時は、の時はね、実はね、普通にただ単にロン毛が楽だったし憧れだったしっていうのがあって、めっちゃ伸ばしてたんですよね。ただちょっと困ったのが、当時10代の頃だと男子トイレでにいると手洗ってると、いその40歳ぐらいの男性の方が一瞬トイレに入って出てくるんですよ、すぐ間違えたみたいな感じで出てくるんですよ。あの後ろ姿だから、僕の髪の毛は長いから、お間違ったっていう感じで出てくるんですけど、あれめっちゃ面白いですよ、あれめっちゃ面白いですよ、これあれは僕もう何回も見ても面白かったな、このちょっと途中で、まあ10代だから声がちょっとキーが高いからはっとか言うと余計は出てきますね紛らわしいっつうの、紛らわしいっつうの、今のチャレですけども、まあ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 、さあちょっと言いましょうですね、愛ちゃん、愛ちゃん、ありがとうございます。愛ちゃん、質問があります。私はパニック障害、パニック障害持ちだ、パニック障害持ちです。翔太はパニック障害が出た時の落ち着かせ方、あ、任せてください、まあ、これ言っちゃうと意味ないんですけど、パニック障害、分からない方もいらっしゃると思うんで、パニック障害っていうのはですね、まあ、あくまで僕の症状で言うと分かりやすく、僕もパニック障害持ちなんで、僕の場合は急に何の前触れもなく急にそわそわしてきて、でなんか例えばこうジュース飲んだ時に、あれこのジュース毒入ってるんじゃないかな、なんとかなんじゃない、自分死んじゃうんじゃないかな、怖い怖い、え待って、急に地震起きてここ倒れちゃうんじゃない、何かで急に全てが死に結びつくとか、心臓がドキドキしてきて動悸が出てきたりっていうのがパニック障害っていう病気があります。でまあそれだけに限らず、何かしらが全て怖くなってきちゃう、急に心臓が止まっちゃうんじゃないかな、周りの人が自分を見てて殺されるんじゃないかこの人にとか、全てが怖く感じちゃうのがパニック障害という病気があるんですけど、僕の場合は自分がパニック障害が出た時の落ち着かせ方っていうのはないんですけど、誰かがパニック障害が起きた時の落ち着かせ方っていうのは、自分が今看護師を目指してるんで、あって、そういう場合っていうのは、例えば、まあ、愛ちゃんが、起こしてる場合っていうのは、え愛ちゃんさ、今さ、ちょっとさ、ごめん、ちょっとこんな時に申し訳ないんだけど、例えば掛け算のやり方を僕教えたりするんですよ。あの教えたりとか聞いたりするんですよ。あのごめん、こんな時に申し訳ないけど、ごめん、 7×8 ってなんだっけって言うと、え28、あれそうだっけ、26とかじゃなかったっけ、え28だよとか言ってくれたりとかして、えじゃあ何かける何ってなんだっけ、えなんとかだよって言ってるうちに、わざとそこのパニックから考えをずらしていくようにしたりとか、えなんとかは何とか、わざと全く別の、え名探偵コナンのなんとかって見たっけとか、話を全く別の方に持っていくと、そのパニックのこと自体忘れるんで、そういうのが結構医療の作戦としてはよくあって、それ僕は持っていくようにしてますね。結構使えるんで、これもしよかったら使ってみてください。大切な人を守るときには使います。ただ自分ではその作戦知っちゃってるんで使えないんですよ。だからもしよかったら自分以外の人をやるときには使ってみてください。お願いします。めっちゃ真面目に喋っちゃったじゃんね、そうですよ、僕看護師の資格を取るためにもう3年間勉強してて、将来は俳優辞めて普通に看護師として働けたらいいなと思っております。いやということで、金髪の翔太くんも大好きで、銀髪つったじゃん、銀髪だよ目指してんのは。でもいいね、そのコメント嬉しいね。そして楽しませてもらってます。翔太くんと同じ難病ってことで、あ僕ね10万人一人の難病なんですけど、そうだね、同じ病気っていう方もねちゃんといらっしゃってね、翔太くんを知ることができて、いつも光を見させてくれて本当にありがとう。これだけは体調面に気をつけることってありますか。これだけは体調面に気をつけること、食事、基本的に運動、食事と運動っていうのがあるんだけど、運動って結構多分それを考えちゃうと、食事と運動って考えると基本的にちょっとなんだろう、負担が大きくなっちゃうんで、あくまで食事だけをまずは気をつけるでいいと思います。余裕ができたら食事だけじゃなくて運動にも気をつけられたらいいと思います。最低ライン必要なのは食事だと僕は思ってます。そこだけ気をつけてみよう。よっしゃ、一緒に頑張ろう。そしてそしてそしてよく聞く音楽は何ですか。ハッシーちゃん、よく聞く音楽、本当によく聞く音楽はですね、もう結構よく聞く音楽、結構すべて聞くんですけど、なんだろう、友達の音楽とか聞きますね。友達が出した音楽とか、仮面ライダーの加藤和樹くんとか、なんだろう、あとは、あ、いや、これ、まあいいか。
まあまあまあ、あ、そろそろ同期ってあるトリプル A とかも最近は聞きますね。とか、あとなんだろう、結構ファンの子たちが聴いてるよって曲をよく聴いたりしますね。そう、そこら辺聴くようにして、なんか最近自分の好きなものというよりはファンの子たちがこれ聴いてるんだって言った曲だから、 80s の曲とか、そういうちょっと僕が生まれる前の曲とか、そうそう聴きますね。そう、自分の考えよりもファンの考えってちょっと僕は好きで、そっちスタンスで生きてますね。さあ、そしてお疲れ様です。いつも綺麗だけど秘訣、ああ、これもらったね。れいこちゃん、れいこちゃんです。先ほどは失礼しました。翔太くんのことが大好きなんです。ありがとう、れいこちゃん。そして私は梅シロックが好きだけど、私お酒より翔太くんのことが大好きなんです。関係ねえじゃん梅シロック。逆にれいこちゃんの生き方がロックだよ。すげえよ、かっけえよ、面白えよ。いいなあ、これいいなあ、面白い。うんうんうん、悪くないね。そしてそして、マキちゃん、もしも生まれ変わったらどんなお仕事をしたいですか？間違いなくドクターですね。僕はですね、例えば人にもよるのかもしれないんですけど、まあ例えば、まあアウトローな生き方、アウトローというのは不良とかね、ザーヤクちゃんとかね、そういう人がかっこいいっていう人もいれば、正義のヒーローがかっこいいっていう人もいれば、なんだろうな、うちら芸能人がかっこいいっていう人もいれば、まあそうだね、今スタッフちゃんともちょっと前に話したけど、業界のその裏あのスタッフさんがかっこいいってね人もいれば、いろんなのがいると思うんですけど、僕は人の命を救うっていうのはすごいかっこいいと思ってて、本来人の命って救っちゃいけないもんだと思ってるんですよ僕は。本来は全うしなきゃいけないもの、要は人って病気になったらそれが本来死ぬべきタイミングの場所だと思うし、本来人に与えられたものって、だから僕も多分もしかしたら3年前にその難病になった瞬間に死ぬべきタイミングだったのかもしれないし、与えられたものって多分本来人はいじっちゃいけないものだと思ってはいるんですけど、でもそれを変えられるのが人間の凄さだし、医療ってすごいものだなと思ってて、神様ができるものをやってるなと僕は思ってて、薬剤師とかもね、人間が与えられた限界を人間はさらに超えようとしてるわけで、なんか神様に一番近い場所だなと思ってて、だから僕は人を救うことが一番神様に近いなと思ってて、だから自分はそっちの医療に行きたいかなって、なんかなんで芸能人になったかって、そもそも自分はなんか人になんていうの、神様っぽくなりたいというか、すげえ輝きたいなと思ったから芸能界に入ったっていう感じだから、だったら僕芸能人より医療の方がいいんじゃないかなって考えになったんで、だからそうですね、僕は多分生まれ変わったらもそうだし、今もでも生まれ変わったらドクターで、今生では看護師になりたいのかな。でいつかマキちゃんとかうちのファンの子とか、そうですね、このアズリに見てくれてる方とかに携われたらちょっと嬉しいですよね。うん、翔太の映画や演技を見て生まれ変わったら演者になってみたいな。おー、嬉しい嬉しい。はい、絶対おすすめしません。はい、ということでありがとうございます。いやー、もうね、こうやっぱ大切なファンだろうとざっくりね切っていくから、そら大好きなファンでもざっくりバシュンよ、そんな。ありがとうございます、ツイッターにコメント、いや優しいな、ノンストップでありがとうございます。髪色おしゃれだね。いいね。さあさあさあ、ダムちゃん来てくれました。ガツンとみかんに感動したマスちゃん、ガツンとみかんに美味しいんだよ。ちょっと何大きさ何が来るかね、これガツンとみかんね、ちょっと一つ言っていい、すんごい癖になってくるんだよね、癖になってくるんだこれ。あとでスタッフさんたちもあげようかな、これ美味しいな。これ美味しいね、これ美味しい美味しい。はいはいはい、ガツンとみかんに感動した松翔さん、はい、ありがとうございます。相方の二郎ちゃんにガツンと一言。面白いね君、ダンプちゃん面白いね、うん、笑わせてくるね、なかなか。ガツンとみかんに感動した松翔さん、相方の二郎ちゃんにガツンと一言お願いします。ねえ、いや僕さ、笑うとさ3秒ぐらい黙っちゃうんだけど、3秒黙ったら事故だから、これ面白い。いやごめん、ダンプちゃん二郎ちゃんの代わりに来る。いやでもね、二郎ちゃんは僕がほらいない間2回ぐらいね頑張ってくれたわけでしょ。いやだからもう感謝ですよ、ジロちゃんに感謝、感謝なんですけど、いや僕ね
本当に多分ジロちゃんこれアーカイブもし見ることがあったら、逆になんか俺いない方が楽しいの、俺がいない方が楽しいのとか言ったらショックだなと思って。なことはないよジロちゃん。でも本当に僕ねジロちゃん相方でよかったなと思いますよ、もちろん。うん、やっぱりただあのなんかなんだろう、俺がいないとなんかマセ君ふざけてんなって思われそうであれですよね。ただねえちょっと皆さん、マセ君ファンさ、俺がマセ君いない時じゃあ俺にも手紙ちょうだいよって絶対うちのファン言われるからな、それだけみんな覚悟しといてよ、大丈夫よ、頼むよ。そしてあ、トール君ありがとう、さすが、いつも応援してます、ちょうどお兄ちゃんの笑顔が好きです、一つ教えてください、次にしてみたい髪の毛は何ですか。やっぱそれさっきも言ったけどロン毛じゃないですか、ロン毛。そしてアイちゃん、翔君パニック障害の話、あー先生ありがとうございます、嬉しい、みんなありがとうございます。ユミコちゃん、ガツンとみかんの大きさでこんなに喜ぶ翔ちゃん見てると恥ずかしいな。そうだよね、ラジオでこれネット通してガツンとみかんの大きさでこんなに喜ぶ人いないよね、ユミコちゃんね。ユミコちゃんアイコン、これユミコちゃんが作ってくれた僕の人形だよね、これ。ガツンとみかんの大きさでこんなに喜ぶ人いないよね。しかも36歳なんで僕、やばいよ。いやなんかね、やっぱいくつになってもお菓子の美味しさとかね、そういうのは忘れない大人でいたいなって思うわけですよ。やっぱこういうのは大事だなと思ってね、結構大事だからね。やっぱ子供らしさを持ちつつ、見た目は大人、中身、見た目は大人だけど心は子供だ、逆子なんだよね、逆子なんの気持ちを持ってよっていうね。それは何、落ちたの、それはもう落選したの。誰だろう。さあそしてグミも似合うイケメン俳優、わっ写真来てんじゃん、写真来てんじゃん、ちょっとこれ見えるかな、これ来てるよ写真、ほらほらこれ家じゃん。ねえ違うよ、これイエーイってやってるところだったのにさ、白黒でマキちゃんこんな送ってきた、これ家だよ、僕イエーイやってたんだから頼むよこれ。さあ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 、そしてマセ君の持ち歩くリュックの中身はどんなものが入ってますか。あの撮影の時に持ち歩くリュックはですね、台本、お酒。これ嘘ですけど。僕絶対持ち歩いてるのはね、充電器、バッテリーが3つぐらい入ってるんですよ。あのめちゃめちゃアプリのゲームするから。バッテリーとね、あとはなんだろうな。でもバッテリーと、あとグミ、あとお菓子と、そんなもんじゃないですかね。そんなに、あと衣装とか。衣装、替えの衣装とか、そんなもんじゃないかな。あとリップクリームとか、そんなもんじゃないかな。意外とね、僕ね、結構ね、なんか、お菓子が多いですかね。お菓子、あの、お腹が減っちゃうんですよ。あっちで。現場で。現場でお腹減っちゃうのはすごい嫌で。だから、あの、僕は、基本的に、お菓子ばっか。あやす!そうそう、持ち歩きますね。そう。いやー、今日ちょっとみんなとなんかめちゃめちゃ話せてる気がするな。みんなありがとうございます、本当に。いやー、まあでもちょっと撮影、まあちょっと皆さんにちょっとまだ話してないんですけど、僕ね、来月からですね、まあ、この間の舞台挨拶皆さん見てくれたと思うんですけども、前回の役がえらい悪い役だったんで、次回の役もまあ結局悪い役なんですけど、次回は多分、前回以上に多分出てるんで、もしみんなが喜んでくれたら嬉しいなと思います。ただ、次回、の役って僕多分年齢が10個ぐらい下なんですよ。だからちょっと役作りめんどくさい、忙しいなと思って。もうさっきからスタッフが焦ってくれるのよ、言うなよ言うなよ。ねえ危ないよね。グーだよ。本当にね。あ、ツイッターコメント、ラストコメントかな多分ね、確か50分までだもんね、ありがとうね。いやさあラストコメント、話を戻して申し訳ないんですが、まるみこちゃんありがとうございます。まるみこちゃん初コメントかな。グミの大きさが違うとすごく嬉しいのはなぜですか。そうだよね。そうだよね、確かに、なんで嬉しいんだろうね。ちょっと見てよ、じゃあアップで、じゃあ逆に聞くよ、これ見てよ、ほら
わかる、わかりづらいね。わかりづらいね。いや、同じ、これどう？これどう？わかるよね。わかるよね。これどう？こんな違うんだよ。ほら。だって、違ったら、嬉しくない？嬉しいじゃん。うん、あーすげえ。待って、しかもさ、ねえ、今さ、次郎ちゃんから今終わったよって。すげえな、次郎ちゃん今終わったって。すげえ、グミ食べて、相方グミ食べてるのに今終わったよ、来たよ。絶対間に合わないよ。いや、皆さん今連絡来ました。次郎ちゃんがですね、今終わったらしいんですが、でもみんな次郎ちゃん攻めるのは良くないと思います。すごい優しいです、次郎ちゃん。お詫びに焼肉おごりますって書いてます。いや、彼は本当に素晴らしい人だと思いますよ。本当に休んでもしょうがないじゃないかねえ。優しいですよ。素晴らしい MC だと思いますよ。彼休むことはありませんね。うん、彼は素晴らしい、本当に素敵な人だ。さあ、いやもう本当に今日は僕はもうダメでした。僕はダメでした。うん、彼は素晴らしい。本当に。ありがとうございます。ごちそうさまです。いやいや、質問したいけど、したかったけど、もう終わり。いやいや、そっちに質問してもいいよ、最後。じゃあ残り、4分なんで、そちらに最後、質問できる人は、おこちゃサイドでも拾えますよ。せっく。さあ、今回ね、皆さん見てくださったと思うんですけども、アズーリのスタッフさんが、本当に助けてくれて、そして、たくさんのファンの方、僕のファンの方も皆さん助けてくれて本当にありがとうございます。で、このようにね、アズーリ、僕の番組見てくれた人は、一人でもランチをやりたいなと思ったら全然できる場所だし、そうですね、商品とかもちゃんと自分のおすすめとかしたい人とかは、これおすすめだーみたいな感じで、紹介したいものとか持ってきてくれても大丈夫だと思うんで、スタッフさんとかにも逐一相談すれば何でもできると思うんで、ぜひぜひ、ラジオやりたい人とかは、アズーリさんに相談してみてください。ね。僕にギャラ、逆にちょっとマセショウタ君、ちょっと出てください、ゲスト出てくださいって場合は、アズリさんに連絡してとてつもないギャラで呼んでください。お願いします。焼肉で。そうだ、質問です。人生を楽しく生きる方法を教えてください。ですね、これね、めちゃめちゃあるんですけど、人生を楽しく生きる方法っていうのは、これね、めっちゃ楽なんですけど、マイナスを受け取るとめっちゃ楽っすよ。マイナス、悪いことがあると楽しく生きられると思います。だから例えば1000円落としてみるとか、なんか僕も障害者になってからの方が楽しいんで、なんかなんだろう、ハッピーなことをやろうと思っても意外と簡単じゃないじゃないですか。嬉しいことって経験できないですけど、マイナスなことって簡単に経験できるじゃないですか。友達と縁切れちゃったとか、悪口言われるとか、人にぶたれるとか、結構簡単に経験できるじゃないですか。で、それさえあると嬉しいことって簡単に経験できるんですよ、その後って。だから嫌なことを経験しちゃった方が、なんか何でも幸せに感じるなって思いますね。なんか辛いこと、犬の糞踏んじゃったって思うと、もう最悪って思うと、新しい靴ゲットしたらそれだけで幸せに感じちゃうし、そうそう、なんか嫌なことをガンガン経験してった方がめっちゃ何でも幸せに感じますよ。1000円落とすと100円拾っても幸せなんで、何でも何でもなんか嫌なことっていうのを、まあ、落としちゃったけどこの後はあるもん全部嬉しいしって思うと、なんか幸せになりますね。もうめちゃめちゃハッピーでね、ね、こんな感じでいいんじゃないのかなっていう感じで、人生をもう適当に生きるっていうのが一番大事だと思います。人間ぐらいなんですよね。1000円落とすことができんのも、ワンちゃんとか猫ちゃんにはできないし、うちら人間だからできることだし、そうそうそう、だからなんかいい生き方なんじゃないかなって、うちららしい生き方と思います。ということで残り1分なので、今回も次郎くんとマセくんのラジオを見てくれて本当にありがとうございます。日越しどうする、本当に日越しどうする、本当に面白いですよね。だって急に次郎くん来ない、マセくん来ないってこともガンガンあるラジオだし、ただね、アズリの素晴らしいスタッフが助けてくれたり、ガズとミカが助けてくれたり、本当にで次郎くんが焼肉を奢ってくれたり、何でもありなんで、これからもぜひぜひ次回から日越しぜひ皆さん見てください。ということで以上、マセ君だけの日越しどうするでした。ジロ君、次回よろしく。じゃあね。じゃあね。